2018年6月16日吉日、マドカマギカ2やってきた。これは解除したい。ART 突入。上乗せの結果である。こんな些細な演出で中段チェリーが来るなんて全然予想できませんでした。紫奈々が下段に止まった時ビクッとなりました。喜びの一枚です。いつ見ても中段チェリーはいいもんですね。そして次の演出は何なのか。ボーナス確定です。果たしてエピソードボーナスは何が出てくるのか。これがホムラエピソードだったんだな。ワルプルギスの夜に突入。これは熱い。チャンス目 A。 ボーナスはなかった。ワルプルギスの夜の結果である。これは解除したい。赤まで行った。こういうのが気持ちいいんだな。上乗せの結果である。上乗せの結果である。上乗せの結果である。こういうのが気持ちいいんだな。上乗せの結果である。2日目だ。ボーナス確定。スイカだ。一角だ。気持ちいい。これは解除したい。まあ外れたんすけどね。復活したー。上乗せの結果である。これは解除したい。これは解除したい。結果 ART には突入したんですけど、ほぼ駆け抜けだったんだな。汚れマックス。汚れ解放まで追う。しかし悲惨な結果が。天井である。やったね、じゃねえよ。助けてくれよ。
この後マギカクエスト中にチャンス、これはベルを取りたい、2ゲームあるからベルを取れたわ。裏マギカクエストに突入である。そしてその結果である。ワルプルギスの夜にも突入したんだな。上の手の結果である。つい演出ボーナス来い。ボーナス確定。これがエピボだったんだな。ボーナス確定。この後前兆なしにクレーンゲームの演出が来た。普通は前兆を経由して出てくる演出、レア役を引いたんだろう。果たしてその結果は。たまらん。こういうのが気持ちいいんだな。一角だ。上乗せの結果である。スイカだ。一角だ。紫ビッグでした。上乗せの結果である。上乗せの結果である。汚れも解放したのでやめまーすと思ったけど、少しだけ回す。腕をつかむのは実は熱い演出。リーチ目だー。汚れも解放したのでやめまーす。今日のスランプグラフ、出て飲まれて出る。結論、窓2の天井は怖い。おや、なんとマスクマンが起き上がりこちらを見ている。マスクマンを助けるためにチャンネル登録をしてみませんか。マスクマンは弱い弱い絶滅危惧種なのです。チャンネル登録してあげましょう。